皆さんこんにちは、みずきです。今日はお久しぶりのアットコスメ購入品です。イエーイ。私アットコスメの購入品動画を個人的に見漁るのがすごい好きで、最近ずっと見てたんですよ、一人で。そしたらなんか自分も買い物したい欲がもうすごいふつふつと湧いてきちゃって、久しぶりにアットコスメ行ったらもう楽しくて楽しくて止まんなくて止まんなくて、気づいたら爆買いしちゃってたので、せっかくなら動画にしようと思って、ほんと個人的に今気になってるものとか、もう使ってみたかったものとかをうわーって買った感じなので、レビューっていうこともまだできないので買ったものを紹介する感じになっちゃうんですけど、またレビュー動画とかは撮りますので、ぜひ何か参考にしていただけたら嬉しいです。まずはこちらです。じゃーん、トーンのシルキーレイ SSUV です。日焼け止めクリームで、顔体用 SPF50 プラスの BA4 プラスで、トーンの日焼け止めは結構ずっと使ってて、顔用のね、メイク前につけるやつ、 SPF 効果も高いし、あと石鹸で落とせるもので、肌に優しい処方だったので、今回もこれ使ってみようと思って買いました。で、今日メイクで使ってみたんですけど、シルキーって書いてるからなのかな、トーンアップする、しっかり UV 効果も高くてトーンアップしてくれるし、あと臭くないし日焼け止め感も強くないので、使い心地が好きでこれは買いました、2本目。はい、次これです。じゃーん、ドクターシーラボの化粧水です。最近さ、どこの雑誌とか特集でもビタミン C 系のスキンケアとかすっごい流行ってるじゃないですか。で、話題だからめちゃくちゃ気になってて、本当はオバジの美容液とかを使いたかったんですけど、まあまあ値段するし、ヒリヒリ感じるものもあるみたいで、すごい迷ってて、まずはこちらを購入してみました。ビタミン C を取り入れるスキンケア自体今回が初めてなので、肌とかに合って調子よかったらオバジも試してみたいなと思ってます。これシリーズ5代目みたいで、すごくみんなから愛されてる商品なんだなっていうところも信頼できるポイントだし、しかもね、これは皮膚の専門家が作るドクターシリーズだから、美容クリニックとかの施術後とかにも使えるくらい低刺激で、これねもう使ってるんですけど、すごいいい。もうね、なんて言うんだろう、とろみがすっごくて、浸透力の高さにびっくりしました。香りもオレンジのいい香りがします。今一番気になってるのは毛穴なので、ビタミン C の力を使って毛穴とかくすみに効くって言われてるので、これを使って試してみたいと思います。はい、続きましても化粧水なんですけど、これです。アルビオンの薬用スキンコンディショナーエッセンシャル化粧水敏感肌用です。もうこの化粧水もさ、本当にずーっとアットコスメとか言っても、どの雑誌見てもどのランキング見ても上位じゃないですか。殿堂入りみたいな。これは肌トラブルが起こってる時に対応してくれるスキンケアとして1本持ってたら本当におすすめっていう口コミを見たので、一番小さいサイズを試し買いしてみました。これはね、ハトムギエキスとかオイルが入ってるから、肌にアプローチしてくれるような化粧水とかは一旦お休みして、しっかり炎症を抑えてくれるような成分が入ってるものを肌に取り入れたいとき、肌のコンディションによって使い分けできるように買ってみました。はい、続きましてこれ買ってみました。メラノ CC、 これはさっきの VC100 だったっけな、ビタミン C 系のものと似てるんですけど、これ薬用でロート製薬さんが作ってるもので、目に留まって気になったっていうのと、お値段もそんなに高くなくって手に取りやすい価格帯だったので、ちょっと気になって買ってみました。メラノCC は主に気になるシミとかに届いてくれて、メラニンの生成を抑えてくれるのかな、ロート製薬さんが作ってるものですし、信頼できるかなと思って、お値段も高くなかったので買ってみました。このレビューもします。いいといいな。続きましては、なんかさ、ずっとこれもアットコスメ行ったら絶対あるじゃないですか。これお風呂の中でやるやつですよね。なんかスクラブ的な感じなんかな。一生ランキングに入ってるじゃないですか。だからもうさ、買えって言われてるようなもんなんかなぐらい目が合うから、もうこれ買ってみようと思って買ってみました。大容量でお値段も2000円ぐらいで、コスパいい気がする。結構高いものとかもあるからさ、匂い嗅いでみよう。スクラブって匂い大事だよ。無臭だ。無臭です。お、いいですね。
匂いが好きなものじゃないとこの量使い切れないじゃないですか。それに出会えればいいですけど、無臭もありがたいわ。飽きずにほんとずっと使えそう、リピートしそうです。続きまして、次はこれいこうかな。じゃあこのカネボウシリーズ、カネボウちょっと LINE で買っちゃいました。最近さ、ポーラの BEA とさ、カネボウがさ結構牛耳っているなというか、すっごい話題で見るからほんと気になってて、いろんな人におすすめされるので買ってみました。でまずこれです、カネボウビニービールオブデイ日中用美容液マスクです。これはすごくメイクさんとかにおすすめされたので買ってみたんですけど、乳液とクリームの間の絶妙なテクスチャーでとろみがあってすごく使いやすいです。今もう何日か使ってるんですけど、下地とかファンデーションが浸透しづらくなるわけじゃないし、しっかり浸透しやすくしてくれてるし、これつけてから、夕方ぐらいまでやっぱマスク効果があるからなのか、潤いが持続していて乾燥が気になることはない。 SPF50 ですね。これからの時期にすごく期待してます。次がこの洗顔なんですけど、この洗顔マジで良すぎて本当におすすめしたいです。これはスクラビングマットウォッシュ洗顔料なんですけど、めちゃくちゃ久しぶりに楽しくてベラ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 化粧品のことについて喋ってるけど、久しぶりにアットコスメ行ったらもう楽しすぎちゃって、もうヒートアップしちゃって、やっぱ大好きだからさ美容も、最近は何の何がいいんだろうみたいな見たりとかしてるから、 YouTube とか見漁ってて楽しくてだいぶ燃えてますので、男の人は今日楽しくないかもしれないけど、そんな回もあっていいじゃんって感じ。ごめんなさい。これ本当に良かったよ。洗顔なんですけど、スクラブ洗顔、スクラブが入ってるからザラザラしてるですよ。使った感じは本当にあの毛穴とか角質が気になって言ってたんですけど、結構すっきり洗い流してくれる感じです。スクラブが入ってるので割と私は3日に1回とか、まあ、大事な日の前の日とか毎日毎日使うっていうよりは3日に1回とかに使ってますけど、パツパツもしないし保湿力もしっかりありながら毛穴とかをきれいに流してくれる感じがして、これおすすめです。はい、リピートします、これは絶対。はい、で次この化粧水なんですけど、カネボウラディアントスキンリファイナー拭き取り化粧水です。一緒にこのコットンを買ってみたんですけど、拭き取りなのでコットンにこう浸して顔全体を拭き取るように化粧水つけてるんですけど、くすみとか乾燥が気になる人におすすめっていう感じです。みずみずしくて柔らかい肌あたりで、なんか拭き取り化粧水ってさ剥がすっていうイメージだけど、なんだろうな、なんかパツパツになるわけでもないし、こう入れてくれ、ほぐしてくれるって感じがします。カネボウのこのシリーズ、私は結構自分の肌には合ってるかなっていう感じがしてます。はい、このコットンも楽しみです。続きまして、じゃーん、これはレジの横にあったので最後に買っちゃいました。脱タオル、洗顔後の常識を変える。ティッシュとかタオルを卒業して、こういう優しい洗顔用の使い捨てタオル的なものを使っているので、やっぱ衛生的にもいいですし、洗顔後肌を優しく傷つけることなくスキンケアできるので、これ本当におすすめです。これがっていうよりもこういうものを使った方がいいと思う。あとは赤ちゃん用のタオルとかガーゼみたいな肌に優しいものを使ってあげるのがおすすめです。続きまして、これめっちゃおすすめ。じゃーん、ドランクエレファントララレトロホイップクリーム。これはあの海外の化粧品なんだけど、これリオに教えてもらってすごいいいよって言ってて、なんか私は日本のものとかは詳しいんだけど、この後に紹介するレチノールのシカイニスフリーのやつとかもそうなんですけど、韓国とか海外系のコスメとかに全然詳しくなくて、何の成分入ってるか分かんないし、単純に詳しくないっていうので、なんか買うに買えなかったんですけど、これはリオが使ってて、これめっちゃいいよって沖縄の時教えてくれて、でこのブランド自体も初めて知ったので調べてみたら、本当これを作ってる方がお肌にすごい敏感な方で、無香料で香りとかも何にもしないんですけど、もうそのぐらい肌に優しいものをとにかく作りたいっていう達
ただただそれだけの思いで作ってくれたスキンケアブランドだから安心して使えるものです。日本でも買えるようになったって言ってて、アットコスメで販売し始めてて、早速行って買ってきたんですけど、びっくりするぐらい保湿力が高いから、乾燥してる時期とか肌トラブルが起こってる時にも安心して使えるものです。今何かクリームとかで迷ってる方がいたり、スキンケア系探してる方いたら、まずこれ本当おすすめかも。アットコスメに一式売ってて、なんかねヘアケア系シャンプーとかもすごいいいみたいで気になってますが、まずクリームを買いました。保湿力高くて重ためのテクスチャーなんだけど、メイクすぐできるし、なんかね不思議、これおすすめ。次もこれです。イニスフリーのレチノールリカシカシカリペアセラム、これもリオに教えてもらって、今レチノールっていうの入ってるスキンケアが話題なんですよね。そもそもレチノールってなんぞやっていうのはね、レチノールはビタミン A の一種で、シワやたるみを改善する効果が期待できる美容成分だし、肌の細胞体に働きをかけて肌の症状改善を目指す。だってビタミン A の一種みたいで、ここの美容液が今話題だからちょっと買ってみたんですけど、まだ全然使ってないので、もし使ってる方いたらぜひ教えていただきたいです。韓国コスメ自体、これも韓国コスメで、イニスフリーのグリーンティーシードセラム美容液なんですけど、なんかこれはもう完全にこの2つは口コミとかみんなが買ってるっていうのだけで、なんかよく聞くよなーみたいなので買ってみたので、なんなら韓国コスメのスキンケアとか使うの自体、あれバイヤーとかは使ってるけど、イニスフリーとか初めてだから、全然今まで買ったこともなかったので、使ってる方いたら本当教えてほしいです。どんな感じか私も使ってみるんですけど、どういう肌の状態で使ったらいいよみたいなのがあったら教えてほしいです。続きましてこれです。インクリアです。洗い流さない膣内ケア、これは膣内の洗浄ケアできるもので、こういう感じになってるんだ。こんな感じで一本一本、初めてです。生理終わりかけの時とか、なんかちょっと気持ち悪い時あるじゃないですか。そういう時に膣内洗浄とかすると、なんかこう綺麗に流せたりするみたいなので、使ってみたいと思います。多分絶対いいと思うので、おすすめ共有です。はい、これもねちょっと興味あったんですよね。舌専用クリーニングジェルだって。見た目は歯磨き粉そのものなんですけど、ちょっとちっちゃいサイズで、舌専用のクリーニングジェル でこっちが舌専用のクリーナーです。舌の汚れをごっそり落としてくれるようなもので、口臭の原因菌が含む舌をケアしてくれるんだって。上と下ピンクの部分とブラシがついてるじゃないですか。でここのブラシの部分で舌の汚れをオフして、このピンクの部分でフレーバーの部分でキャッチしてかき取るんだって。ちょっとこういうのも興味あるんでやってみたいと思います。これも多分良さそうでしょ、絶対いいと思うのでおすすめです。あとは、まあ、行ったら絶対買いたくなるこのパックです。じゃーん、パックを買いました。はい、パックはマジで何枚あってもいいので、あればあるだけ買っちゃう。本当にストックがすごいけど、パック買いました。続きましてはこちらです。アンドビーのリップ買いました。これ今つけてます。かわいい、かわいいです。これちょっとマットな質感なんですよ。超かわいいガーネットブラウンっていう色で、セミマットな質感だから本当に落ちなくて、長時間この色をキープしてくれます。唇が乾燥しない、荒れにくいつけ心地なので、すごくおすすめです。買ってよかった、かわいい。今度これしてメイク動画撮ります。で最後は久しぶりにアイシャドウを買いました。買い物してたらさ、私全然メイク用品買ってないじゃんと思って、このリップとこのアイシャドウ最後買ったんですけど、春だし新しいのなんか欲しいなと思って、このアディクションのパレットアイシャドウを買いました。かわいい。これ今もつけてるんですけど、わかるかな、見えないか、スモーキーなカーキっぽい色も入ってたり、こっちのピンクっぽい春らしいカラーも入ってたり、一つのパレットで何種類ものメイク楽しめそうだったので、これにしました。はい、こんな感じでお久しぶりにアットコスメ購入品をご紹介しました。何かの参考にしていただけると嬉しいです。では最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。